ハノーマーで胴体保存される同型車239号、広島電鉄200系電車は、広島電鉄が保有する路面電車車両。反抗性の二軸単車で、1950年にドイツ、デュワグ製。1928年製で、第二次大戦で被害を受けた車両の部品を利用して、車体を新造したもので、1988年に、 姉妹都市の西ドイツハノーバー市より寄贈された。導入の経緯からハノーバー電車と呼ばれる。車体は全長11メートル余りと日本製の四輪車に比べて長い。窓配置は F1 から 1D4D4。客用の窓は固定式の大きなもので、ドアは2枚引き戸である。出入り口付近と客室の間には仕切りがある。車内は固定式のクロスシートで、 木製である。この形の車両は、ドイツでは、ウフボワガンと呼ばれる。つまり、戦災復旧車の標準車体を持つ車両のことである。これは、第二次世界大戦時に開発され、ドイツ及びその支配下にあった、オーストリア、ポーランド等に向けて、大量生産された、KSW 型を基本に改良したものである。なお、同型車は、ドイツ各地で、事業用車として残存。 もしくは胴体保存されている。伝送品は、アイグ製で、屋上には中央にパンタグラフを備えるほか、ドイツの車両らしく抵抗器を積んでいる。台車は武骨な、いただい枠式である。主電動機の出力は 46kW2 であり、例えば同じ二軸短車で自長も、ほぼ同等の150型が 26kW2 で、あるのに比べ、かなりの高出力であると言える。 これは元来、一般的に、ドイツの路面電車は、表低速度が、日本よりも高い上、いわゆるデュワグカーまでの旧型車の場合、付随車を常時1両から2両程度牽引して、運行することを前提にしていることによる。実際、本社の場合も、広島到着時には連結機を装備していたほか、運転台には、現在も付随車1両、ないし2両牽引に対応するための、 ブレーキ切り替えレバーが残存している。また、制御方式は直接制御だが、制御機は1台を床下に水平に装備しており、両運転台から伸びたシャフトによって操作する。このように、アメリカの電車を基本に進化してきた、日本の電車とはかなり異なる、ドイツの電車の系譜を随所に読み取ることができる。レブン1950年に製造後、 1976年までハノーバー市電において使用された。その後、ハノーバー市にあったドイツ路面電車博物館で保存されていた。1988年に広島市はハノーバー市に姉妹都市提携5周年記念として茶室を寄贈した。その返礼としてハノーバー都市交通事業に戻っていた当社が広島市に寄贈され広島電鉄に入選した。 広電入線時に大きな改造は受けていない。木製ベンチシートの何年かやワンマン運転設備の新設、連結機の撤去と廃唱機、エアブレーキの新設等が行われた程度である。また、ハノーバーから広島市に向けての例文が側面に書かれている。なお、ハノーバーに所属していた同系車は236がハノーバー路面電車博物館に 239がハノーバー支電でそれぞれ胴体保存されている。101.156653などとともに事実上の胴体保存者グループの一角をなす車両と言える。毎年12月には電飾を施したクリスマス電車として使用される。普段はエバ車庫に留置されている。2017年までは毎年11月から3月の日曜日仕組みに 横川線で営業運行されていて、上都から2000年代前半までは、白島線で同様の運用が行われていた。中でも真っ赤な車体にイラストが描かれたフランクフルトアムマインの街を週末に走るエブリワイエクスプレスは特に有名である。ありがとうございます。